ちから来たんですけど、まさかの道路沿いっていう。え、あのテーブルでやるのめっちゃ恥ずかしいんですけど。マジか。マジか。ということで、前から気になっていたほっかほっか大将さんに到着。遠目から見ると一瞬マックス鈴木さんに見える店主さんにご挨拶したが、近くで見ると全然似てなかった。はい、私は金眼です。それはさておき、メニューを見てみましょう。ご覧の通り、こちらはテイクアウトのお弁当屋さんなのですが、なんとこちらに巨大な唐揚げ弁当のチャレンジメニューがあるとのこと。それがこちらですね。インパクト弁当バカ盛りチャレンジ。できた当初は制限時間が3分33秒という人間にはどう頑張っても無理な時間だったらしいのですが、その後コロコロ時間が変わって今は30分だよと言ってました。なので本日30分以内完食無料で挑戦します。リフォームを決意したご主人、果たして匠はどのようにリフォームするんでしょうか。皆さんで推理してみてください。なんということでしょう。あれほど羞恥心をかきむしっていたテーブルが見事な変貌を遂げました。降り注ぐ湯しました。あ、ありがとうございます。すんご、思ったより大きい。はい、ありがとうございます。ご飯物にはお味噌汁ということで、こちらを追加してレッツチャレンジ。これ唐揚げの方を向きにしてるんですけど、これどの角度からも映え。見て、これご飯やばくない？ご飯が1キロで、唐揚げが巨大7枚。すんごっ。これ3分絶対無理ですよ。ということで、ご飯だけで1キロ、それに巨大な唐揚げが7枚乗って、総重量 2.5 キロ弱。久々のあご力系デカ盛りチャレンジ。ちなみに、こちらでお酒の販売はしていませんが、近所のハンバーガー屋さんが差し入れでビールくれました。お味噌汁もチャレンジに関係ない。よーい、スタート。いただきます。でっかっ。これ1個何グラムだ。これパンパン。おうす、うん、どっち。普通いくらだっけ。1790円。安っ。うん、なんか大きいから同じ1枚でもかじる場所によってジューシー感とか全然違う感じ。味変とかしたかったら、うん、マヨネーズとかね。めっちゃこのまんま。うん、なんか私あんまりかけない派で、何食べるときでも。結構かかるな、これ喋ってられないかも。頑張ってください。うん、頑張ります。
今のペースだと1個に3分ざっと計算して唐揚げにあと15分かかるとしてご飯に9分使える。ただ唐揚げが気温でどんどん冷めるし顎が疲れることを考えると全く気は抜けない状況。最初のおしゃべりを後悔しないためにも珍しく黙々と食べ進めております。夕方から行ったので日が落ちると辺りが一気に暗くなりました。テイクアウトを買いに来るお客さん、ウーバーイーツの注文を取りに来る人、みんなから温かい応援をもらいながら内心やばー、こんなに目撃されてたら絶対お蔵入りできないやつ。真ん中に乗っかってるご飯で唐揚げ残り3個に見えるけど目の錯覚で残り2個だよ。そういえばお味噌汁4杯目だけど、これ1杯どんぐらいの量なんだろう。これお味噌汁って、はい、何グラムですかね。61グラムです。にお湯の量くらい。そうです、230ぐらい。
最後の1個はビールと一緒に堪能したいので先にご飯とお味噌汁食べちゃおう。ラスト唐揚げ。ビークレから一気に堪能されますね。うまいっすね。うん、でもなんかついてきた。うんうん、壁が寒い、うん、冬はやばい。マジでやばい。冬はできない。タイマー暗くて映ってない。え、すごっ、味噌汁弱いね。ご飯といったら味噌汁もなくなってもいや、わかるけどよかった、残り5分あればこれゆっくり味わえると思って最後に残した。すごいな。普通に買ってってみんなで分けて食べるのが一番いいと思う。これ確かに量美味しい。多いですけど、チャレンジ一人もしてこない。あと5分。あと5分で戻ってきます。何歳？10歳。めっちゃ綺麗。ガチで行くならこんなもんじゃないぐらい。まず箸使わない。唐揚げはまず絶対手づかない。なんかそういうのってマックスさんとかの辺がやってるから。マックスさんもなんかちゃんと綺麗に食べないとダメですよ。言われる？本当だったら本気だともっと早くやるんですけど。確かに。確かに。に来たのが違う。アメリカのホットドッグとかあんなもんじゃないぐらい。うわ、食べてきてる。よかった、最後味わえて。最初ビール飲まないパターンで悔しいわ。普段最初ゆっくり喋りながら味わってビール飲んだりってやって、後半やばいってなってガーって急ぐの。今日逆パターンだった。味噌汁がやばい。普通に喋ってる気でいるのですごい棒読み棒読みって言われて普通には喋ってないですか普通に完食しちゃってるじゃないですか。またこのビールの缶がめっちゃ似合う。ああ、よかった、途中焦った完璧でした。ちょうどぴったり。もうアルファース国交国対策でかい珍しい体操。お弁当屋さんと仲良しの同級生さんが経営しているというハンバーガー屋さんが歩いて30秒ぐらいのすぐ近くにありました。こちらにもガチ早食い系のチャレンジメニューがあるそうで、まだドラコさんしか挑戦してないみたいです。完食したらパキスタン旅行ってなんだ。店内はハンバーガー屋さんというより海外の食品売り場みたいな感じでした。新大久保にありそうなお店の違う国バージョンみたいな。本日の NG 集。あ、ごめん。帰りに
仕事用の SD カードまとめ買いしてから歩いていると、ゲーセンの中に気になる子を見かけて、つい入ってしまった。お客様にはご不便をおかけいたしますが、感染症は気をつけてください。300円だけ使おうと思ったらまさかの一発、イエーイ、仲間が増えました。鮭どうでもいいおまけシリーズ、イエーイ。田舎者が東京に出てきてびっくりしたこと。小学生電車通学、大人だね。私は小学校の時、片道2キロぐらい歩いて登校が当たり前だったし、中学高校は自転車で、めったにないけどたまーに寝坊した時はじいちゃんが軽トラで自転車ごと運んでくれました。懐かしい。なんでバスや電車を使わなかったのかというと、まずバスは目的地に行けないし、電車は車で 3,40 分ぐらいかからないといけない場所に駅があったからです。ちなみに田舎の大人は車一人一台持ちも普通。お恥ずかしながら初めて一人で電車に乗ったのが19歳の私。乗る場所が無人駅で改札もなければ他に乗る人もいない。頭は雪のように真っ白、大パニック、やばい、電車が来た、これに乗らないと次来るのは数時間後。とりあえず飛び乗ったものの、え、このボタンどうすればいいの、押して通し見ればいいの、え、どうしようどうしようどうしよう。結局普通に後払いで大丈夫だったんですけど、その日の記憶がものすごく自分の中に残っているので、東京で電車通学してる子供を見かけるたびに、すっごいなぁと尊敬してます。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は私が秋冬に一番食べたくなる食べ物のデカ盛り大食いです。また見てください。それでは。